春の SDGs ウィークでは食品ロスの削減を目指してフードドライブを行いました。ありがとうございます。ノスタジオ長崎市役所です。すでにこれだけの食品が集まっています。NBC では今月15日から18日までの4日間、ノスタジオを活用したフードドライブを実施しました。フードドライブとは、家庭で使い切れない食品などを回収し、まとめてフードバンク団体に提供する活動です。今回は長崎市役所に回収のための窓口を設置したほか、ノスタジオを使ってパートナー企業が集めた食品の回収も行いました。誰でも参加できる活動ということですので、一人一人がですね、少しずつ持ち寄っていただければ。年間何十トンも廃棄されてますので、そういったのを少しでも減らせるように。今回寄せられた食品は米や乾麺、お菓子などおよそ130キロで、お預かりした食品はフードバンク協和を通じて子ども食堂などに届けられます。